はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでココさんからご依頼です。はい、マンダロリアンシーズン2ですね。こちら1つ。それと用品ですね。はい、一緒にね、お送りいたします。明日着ですね。これ缶がね、出来がいいですよね。これね。パックはハサミでね、切っちゃいます。ふかふかでね、とてもハサミでパック開けるのに最適です。はい、じゃあいきます。ワンヒットね。よいしょ。だいたいこのパラレルとね、インサートの間に入ってる。ちょっと量が、受けてる量が、さばききれてないので、PB が。はい。ちょっとちゃっちゃ系になっちゃってるね、思いますけどね。でシリアルもその間に挟まれてる。分かりやすくて非常にいいですね。それ以外はパラレルあったりインサートあったりしてもノンシリということでね、こういうキャラクターカード、これいいね。キャラクターカード、あとちょっとポップな絵のやつですね。あれいいですね。あ、この系ね。はい、ここですかね。はい。サインかな。ね、サインですね、これね。さあ、指示待ちですね。セキュリティオフィサー。はい。ね、この系がちょっと多いということですが。フィリップさん。ね。オーディションを受けて出演してるわけですからね。はい、よいしょ。はい、じゃあ、ポーカーやりますね。一応指示待ち合格したらもうすごい嬉しいですよ。ね、はい、3回押します。ワン、ツー、スリー。ノーハンドですね。はい、ということでね、またぜひご利用ください。はい。まあ、サイン率が7割、8割ぐらいなのかな。ね。多分まあ、例年通りだと、最近はスケッチカードが1ケース12箱に対して3枚ぐらいのイメージですけどね。まあ、同じぐらいなのかなと思います。はい、ありがとうございました。